なんでみんなが揃う前に AB ゲートを開けたのよ。すみません、ちょっと目を離した隙に。ディオが悪いか。悪いに決まってるじゃないですか。どうして、みんなが集まらないとゲートを開けちゃいけないなんて約束、俺はした覚えはないぜ。そうよ、私たちはすぐに駆けつけられたからいいものの、天明寺さん、クォーク、四つ葉の3人はまだどこかの部屋の中にいるかもしれないのよ。もしも彼らが投票時刻に間に合わなかったらどうするつもり。別にどうもしやしないさ。締め切り時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は強力に設定される。医務室で聞いたアナウンスはそう言っていた。するとこのままあいつらが間に合わなければ全員の選択は自動的に強力となり、3人とも2点を獲得できることになる。万々歳じゃないか。特に BP が1点の天明寺にとってはな。クォークと四つ葉だって9点に近づくわけだから、それはそれで悪くないだろう。つまり俺は奴らに感謝されることはあっても恨まれることはないってわけだ。あ？なんだよこれ。ルールの補足？ AB ゲーム編。なんだウサ。AB ゲームのあるラウンドにおいて、対戦相手となるペア版ソロ版の双方が未投票のまま締め切り時刻を迎えてしまった場合、その双方にはペナルティが課せられちゃうんだウサ。言い換えると、ペア版ソロ版の両者のうち少なくともどちらか一方は必ず投票を行わなければならないってことになるんだウサ。おい、こんなもん俺たちの方にはなかったぞな。ああ、ありませんでした。いやしかし参ったな。このメモに書いてあることを知ってりゃゲートなんて開けることはなかったのに。本当だと思う。とにかく3人のことが気がかりですね。もしもこのまま締め切り時間になってしまったら、あの3人はペナルティですか。ええ、3人の中にはクォークもいる。もしかしたらそのせいで何かトラブってるのかもしれんな。心配ですね。クォークは、クォークはここに来ておらんか。クォークがどうかしたのか。急にいなくなっちゃったの。だから行方不明になっちゃったんだよ。行方不明？この倉庫へと向かっていた途中のことじゃ。私と天明寺さんはラウンジに入ったんだけど、クォークだけがついてこなくて。すぐに呼びかけたんじゃが返事がなくてな。慌てて通路に引き返したんだけど、その時にはもう。
クオーク君の姿は見当たらなかったと。そうじゃ。もしかしたら私たちがラウンジに入ったのを気づかずに扉の前を通り過ぎちゃったのかもしれない。そう思ったわしらは医務室やキャビンの方を探してみたんじゃ。でも結局見つからなくて。わかった。とにかく手分けして探してみよう。もう一度この A 階の各部屋を一通りさらってみて、それでも見つからなければ B 階へ。了解です。それじゃあ私はアリスに報告してくる。みんなは先に行ってて。向こうの二部屋も同じ。もぬけの殻だ。あ、そうだな。そっちの方は4人に任せて、私たちは B 階に降りてみよう。見てみるか。わかった、ついてこい。食料庫だ。あの棚の中にパック詰めになった加工食品がぎっしりと詰め込まれてるんだ。味はまあ悪くなかったよ。ああ、パエリアとナシゴレンとシュニッツェルとユッケジュンとブルシチとトムカーガイとシェフの気まぐれパスタをな。仕方ないだろ、育ち盛りなんだから。多分二十歳だ。それこそ何かの冗談だろ。22歳にしては老けすぎだ。ガキって言うな、このクソジジイ。ああ、100年先の日付が記されてたよ。向こうに貯水タンクがある。どうやら地下から水を汲み上げてるらしい。ディ
オが腹を抱えてのたうち回っていないところを見ると、おそらく大丈夫なんだろう。まあな。食料も同じだ。先に手をつけたのはディオで、問題なさそうだったから私も。あ、思い出した。もう一つ食べたものがあったんだよ。ホイコーローだ。どうしたんだ。なんだ。なんだって。なるほどな。で、そのゴーレムとやらは何かを言いかけて止められたと。最後の言葉は中華実際にだったんだよな。中華実際に、中華、中華、ホイコーロそうか、必ずしもそうとは限らないんじゃないか。もしかしたらゴーレムはこのゲーム自体が中国語の部屋だと言いたかったのかもしれん。つまり、シグマさん、ファイさん、こんなところにいたんですか。探したんですよ。大変なんです。アリさんが、アリさんが、とにかく一緒に来てください。英会のキャビンです。
下の B 階でクオークを探してたんだが見つからなくてな。それでこの階に戻ってきたらご覧の通りだ。おい、なんだよその目は。もしかしてお前俺のこと疑ってんのか。第一発見者が最も怪しいとはよく聞く話です。ふざけんな。俺が来た時にはすでに殺されてたんだよ。殺されたのだとどうしてわかる。あ、そんなもんあの死体を見りゃ一目瞭然じゃねえか。胸にナイフが突き刺さってんだぞ。自殺や事故死であんな状態になるかよ。凶器がナイフだと分かったのはなぜだ。え、あそこに見えているのはグリップの部分だけだ。もしかしたらアイスピックかもしれないし、何かの工具かもしれない。まあ確かにそうだが、でも死体の胸に何かが突き刺さってるのを見りゃ普通はナイフだと思うだろう。だいたい第一発見者だからなんて馬鹿げた理由で人を疑うなんておかしいだろ。そんなこと言うなら最後にアリスと一緒にいたやつの方がもっと怪しいじゃねえか。最後にアリスさんと。それじゃあ私はアリスに報告してくる。みんなは先に行ってて。アリス、なんでだよ。どうしてこんなことに。一緒にあいつらを捕まえようって約束したじゃん。なのにどうして。もう誰も信じられない。誰も許せない。絶対に仇を取ってやる。犯人を見つけ出してこの手で必ず。うるさい。私に話しかけないで。アリス、ごめん。待て、待つんじゃ四つ葉。無駄ですよ。追いかけても何も答えてはくれないでしょう。可能性は二つあります。一つは四つ葉さんが犯人だった場合、もう一つはそうではない場合です。前者の場合は自らの犯行を自供するとは思えませんし、後者の場合はさらに寡黙になっていることが予想されます。何しろアリスさんは四つ葉さんの知り合いですからね。それもかなり親しい間柄にあったようですし、今四つ葉さんの胸の内は疑心暗鬼の塊で覆い尽くされているはずです。そう簡単に心を開いてくれるとは思いません。やけに冷静だな、K。お前がやったんじゃねえのか。またですか。まあ疑うならご自由に。もう慣れてしまいましたからね。しかし私にはアリスさんを殺害する理由など一つもありませんよ。それを言ったらみんな同じじゃないですか。アリスさんとはほとんど初対面みたいなものですし、動機のある人なんていないと思います。確かにおっしゃる通りです。しかし快楽殺人となれば話は別です。あの老婆が殺された時から言っていたではありませんか。犯人は私たちの中に紛れ込んでいる本当のゼロ、ゼロボスだとね。アリスさんを殺害したのも同一人物である可能性が高い。その人物はこれから一人ずつ順番に私たちを始末していくつもりなのかもしれません。ノナリーゲームというのはただの口実、舞台装置のようなもので、ゼロボスの本当の目的はその舞台装置の中で私たちを殺していくことにあるのではないでしょうか。何のためにそんなことを。ですから快楽のためですよ。そういう常軌を逸した趣味を持っているということです、ゼロボスは。
ないな。そんな異分子が紛れ込んでいるとしたら、あのゼロウサギが気づかないわけがない。そしてゼロウサギが気づいているとするなら、ゲームの進行を妨げるような存在をそのまま野放しにしておくとは思えない。でもゼロウサギは実体のない AI ですよ。ゼロボスには実体があるじゃないか。奴が10番目の招かれざる客を放置しておくと思うか。ありませんね。ゼロウサギの言っていたことを信じるなら。だって彼は断言したでしょ。私たちの中に本当のゼロがいる。ゲーム投票の締め切りまで残り10分です。プレイヤーは速やかに投票を済ませてください。所定の時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は強力に設定されます。どうやらゼロはゲームを続ける気のようですね。このことが全てを物語っているような気がしますが、とにかく倉庫へと向かいましょう。奴は本気で我々を殺すつもりですよ。ルール違反を犯したらね。おい、奥の方にある2つの AB ルーム、扉が閉まってるぞ。おそらく天明寺と四つ葉が入ったんだろう。天明寺は確かペア版だったはずだ。クオークがいなくても平気なのかよ。ペア版の2人のうちどちらかが投票すればいいはずだ。一心同体ってやつか。多分な。となるとシグマさんも一人で AB ルームに入れることになりますね。シグマさんはペア版、しかしそのパートナーはもう。だけどまあルナにとっちゃ好都合だよな。え、どうしてですか。もしもアリスが生きてたら裏切りを出しにくいじゃねえか。アリスの現在の BP は1。お前が裏切りを選んだらアリスを殺しちまいかねないだろう。やめてください、リオさん。
私はアリスさんがいようといまいと協力を出すつもりでしたよ。だって対戦相手にはシグマさんもいるんですから。私はシグマさんを信じてるんです。ほう、こいつは面白い。これでどっちかが裏切りを選んだら修羅場が見られそうだな。ディオさん、それよりもディオさん、ファイさん、あなた方はどちらに投票するつもりなのですか？んなもん聞くまでもないだろうが、協力だよ。俺たちは必ず協力を選ぶな、ファイ。そいつはどうかな。難しい問題だ。え？我々が協力を選び、 K が裏切りを選べば、 K の BP は9点になり、 Q の扉から脱出できてしまう。では裏切りの方を選択すればいいのかというと、そんな単純な話でもない。その場合、もしも K が協力を選ぶと、今度は私のパートナーであるディオが急転になってしまうからだ。だからお互いに協力を選べばいいんだよ。それで済むことじゃねえか。ディオさん、そんなことを言ってあなたは裏切りを選ぶつもりですね。部屋に入ってしまえばそこは密室。ディオさんは男性ですから、ファイさんを力ずくでねじ伏せることなどたやすいでしょう。バカなこと言うな。ジェントル指数では右に出る者がいないと言われてるこの俺様が、そんな野蛮な行為をするわけがないだろう。あの、なんだ。私思ったんですけど、お互いに裏切りを選ぶって宣言し合ったらどうですか？そうしたら悩む必要はないと思うんですよね。だって相手が裏切りを選ぶって分かってたら、当然自分の方も裏切りを選ばざるを得ないわけで。ルナ、お前にしては珍しくネガティブな発言だな。すみません。別に謝ることじゃない。提案はありがたく受け取っておこう。だがな、それは得策とは言えないんだよ、ルナ。なぜなら私の目的はこのゲームに勝つことだからだ。ファイさん、いや、誤解するな。勝つと言ってもみんなでだ。私が目指しているのは全員で一斉に9点以上になること、そして揃ってこの施設から脱出することだ。しかし残念なことに、全員でという夢はもう叶わないことになってしまったが。アリスさんのことですね。ああ、とにかく互いに裏切りを選び続けるというのは最も建設的ではない手段だ。それをすると我々は永遠にこの施設から脱出できないことになる。Kに協力を出してもらう、それしかないだろう。いや、そんなことをおっしゃられても困りますよ、ファイさん。あなた方が協力を選ぶという保証などはどこにもないのですからね。その保証とやらがあれば協力を選んでくれるのか。ええ、まあ約束だぞ。はい、わかった。それじゃあこうしよう。ディオ、ん？お前の後ろに誰か立ってるぞ。一体どういうつもりだ！くそ！AB ルームへは所定のメンバーにて入室してください。
ペアバングルの2名がそれぞれ別々の部屋で投票を行うことはできません。おい、なんでだよ。こんなのありか。ルール違反じゃねえのかよ。さっきやがって。リオさんの BP は9点に達してしまいますからね。でもファイさんはもしかしたら K さんが約束を破るかもって考えないでしょうか。だってファイさんがほぼ確実に協力を選ぶって分かってるんだったら、 K さんは。大丈夫ですよ、ご心配には及びません。私は必ず協力を選びますから。投票の締め切りまで残り2分です。さあ、時間がありません。行きましょう、シーマさん、ルナさん。わかりました。あのシグマさん、本当に協力を選んでくれますよね。そういう理由なんですか。いえ、何でもありません。とにかく約束ですからね、必ず協力を。